パイオニアは、1899年浸水のイギリス海軍の防護寿命艦、ピローラス級の一席。1913年からは、オーストラリア海軍に移籍し、HMAS パイオニアとなった。1897年12月16日寄港。1899年6月28日浸水。1900年1月23日竣港。 1900年7月10日収益。収益後、地中海に配備され、ついでオーストラリアに配備される。1912年にオーストラリア海軍へ譲渡され、1913年3月1日にオーストラリア海軍で収益。第一次世界大戦が始まると、パイオニアはオーストラリア西岸で1914年8月16日と8月26日に、 ドイツ戦を打破した。1914年11月1日、フリーマントル沖で護衛として、兵員輸送船団に加わる。しかし、機関の故障のためパイオニアは、フリーマントルに交代した。1915年1月9日、パイオニアは、フリーマントルを出港し、アフリカへ向かう。2月6日に、ザンジバルに到着したパイオニアは、ドイツ領東アフリカ沖で、 封鎖任務に従事した。1915年7月には、ルフィジ川川口に潜むドイツ巡洋艦、ケーニヒスベルク攻撃に参加。また、1916年には、ダルエスサラームやタンガ砲撃も行った。1916年8月22日、パイオニアはザンジバルを離れ、オーストラリアへ向かった。10月22日、シドニーに到着。 1916年11月7日退役。1931年2月18日、シドニー沖へ沈められた。ありがとうございます。